キスよりも早く。実録、新婚夫婦の夜の秘密。って、何このタイトル。始まりまーす。夜の10時か。はぁ、今日も一日無事に終わった。秘密を抱える毎日はなかなか疲れるわ。ふみのさん、僕と一緒に寝ましょう。先生？いや。いやっていうか、そりゃ私たち結婚してるし夫婦だし、でも教師と生徒だったりするわけで、心の準備とか。いいからここにおいで。ほら。女は度胸だ。先生どうぞ来い。よくできました。さあてっぺい君、準備できましたよ。こっちにおいで。はーい。じゃあ。え、なんです？ふみのさんってばひょっとして何か期待してました？エッチー、エッチー、このド S 教師最大の賛辞ですね。まあまあそれはさておき、今夜は一緒に絵本読みません？キャストが二人いた方が豪華で楽しいと思うんですよ。だったら最初からそう言ってよ。てっぺ、何読むか決めた？うん、これキーゼントくん初めての対マン勝負ってやつ。対マン。てっぺいくんはリーゼントくんシリーズの絵本が好きですね。よし、じゃあ今夜はこの絵本を僕とふみのさんが読みますね。で、先生、私は何やればいいの？そうですね、僕はナレーションとその他の役を演じるので、ふみのさんは主人公のリーゼントくんをお願いできますか？言っとくけど、演技力は期待しないでね。オッケー。じゃあ始めましょうか。昔々、学園に暴力の嵐が吹き荒れる時代がありました。どんな絵本よこれ。力が全ての順序を決める世界で、たった今ヤンキーデビューを果たした若者がここに一人。それがリーゼントくんです。さ、ふみのさんどうぞ。僕の名前はリーゼントくん。まだまだ弱い僕だけど、これから頑張ってこの学園の頂点を目指すんだ。そしていずれは日本のトップヤンキーになってみせるんだ。リーゼントくん頑張れ。ちょっと先生、この絵本どうなの？教育上さ。ヤンキーなんて、てっぺいくんからしたら魔法使いと同じくらいファンタジーな世界の住人です。大丈夫ですよ。そんなリーゼントくん、まずは先輩の使いっ走りからスタートです。今日もせっせとパンやジュースを買いに走ります。その途中、誰かの肩にぶつかりました。あいた、ごめんなさい。ごめんで済むか、ボケが。今ので骨が折れたじゃねえか。どう落としまいつけるんだ。ちょ、先生本気出しすぎ。てっぺ怖がってる。おっと失礼、つい昔を思い出してしまって。先生って昔そんなに悪かったの？どうでしょう。でもその頃の先生かっこよかったんだろうな。今は？え？真面目に先生やってる僕はかっこよくないですか？いや、その、うわっ！ちょっと何だけついて！ちゃんと答えて。答えないと、話しませんよ。いや、耳元で！マー君続きは？え？ああ、失礼しました。てっぺい君、さっきの怖かったですか？ううん、びっくりしただけ。じゃあ、そのまま続きを読みましょうね。そんなわけで、喧嘩を売られてしまったリーゼントくん。せっかくなので、買ってみることにしました。